はじめましての方も、ご常連の皆様も、IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和2年11月25日の会員制雑誌ファクタファクタの号外速報がネットの皆さんにやんやんの喝采をもって迎え入れられました。記事の見出しはこうです。朝日新聞が創業以来の大赤字。渡辺社長が来春退任。後継は中村副社長と司佐とのこと。 な,なんと、170億円、170億円の大赤字を出したというのです。記事の冒頭を紹介します。朝日新聞の渡辺正隆社長は、11月13日に開かれた労組との会合で、2020年度決算が創業以来の約170億円という大赤字に陥る見通しになったことなどの経営責任を取って、来春に退任する意向を示唆した、とのことです。かつて朝日新聞といえば、 赤が書き、反射が打って、馬鹿が読む、なんてね、えー、川柳でからかわれたものです。そして今、赤が赤字とは、なかなか気の利いた冗談のような話です。朝日新聞といえば、あの慰安婦をめぐる熱造的、熱造的とも思える誤報騒動から、福島第一原発のあの事故の時最前線で戦っておられた、当時の吉田所長の長所を、なんだか素敵に読解をした、 これまたなんか鉛筆なめなめしちゃったんじゃないかという疑惑が出て、その情報の中身において信頼度はズドゴーンと落っこっております。なので、科学者の武田邦彦先生などは、朝日情報操作会社などと呼んでおります。一方、令和2年11月27日、東京ドームを三井が、三井不動産が TOB 化というニュースが駆け巡りました。一見関係のないような2つのニュースですが、これを重ねてみると、 いわゆるオールドメディアへのもう終わりだねというメロディーが聞こえてくるような気がしてなりません。つまり時代は確実に変化していっているというお話をいたします。朝日新聞の社長の退任については私自身としてはむしろ遅すぎたんじゃないかななんて考えております。 というのは、今回のこちらのファクターの記事というのは、ーソの皆さんとの話し合いの中で出てきたということは、少なくとも今年のーソとの交渉において、賃下げ、あるいは賃上げはもうないよという、まあ、そうした文脈の中で、この責任問題の話が出てきたんじゃないかと推測されます。朝日新聞のーソの関係で言うと、昨年、日韓再造がこんな記事を出しておりました。 新聞業界の言う朝日新聞が従業員の年間給料を一律165万円16万円引き下げることを決めた。この大幅賃下げをめぐっては、同社の労働組合が激しく抵抗していたが、無数減に歯止めがかからない現状を前に、最終的には受け入れるほかなかったようだ。これによってと思われる労組関係者の悲しみのニュースをこちらでは伝えております。経営者の 重要な責任の一つは従業員の生活を守ることです。それが1年間年収で165万円もダウンとしちゃってたんです。確かに平均年収が1300万円を超えるという朝日新聞の社員の皆様から言ったら165万円なんてはした金とは言えないんじゃないでしょうか。月収、まあ、月には換算すると14万円、14万円のダウンだからです。 この経営責任からすると辞任というタイミングは1年前だったんじゃないかなって私は考えるんです。それでは実際朝日新聞はどうなっちゃうのかなというと、あの不動産部門というのが朝日新聞にはありまして、こちらがコンスタントに稼ぎを出しているとのことです。その不動産部門の売上というのはメディアコンテンツ部門と比較した時に約10分の1の380億円ぐらいの売上です。しかし従業員の数が桁違いなんです。 メディアコンテンツ部門が本社でカウントすると約4000人、約4000人いるのに対して不動産部門の従業員は21人、21人なんです。連結会社を含めるとメディアコンテンツ部門というのは1万人をはるかに超えるんですが、不動産部門というのは連結会社を入れても1000人に届かないんです。 やはり、有価証券報告書によると、メディアコンテンツ部門というのは赤字と黒字の間を行ったり来たりとかしてるんですが、不動産部門というのは、堅調な動き、堅調な推移が見られると報告されております。これだから、どちらを優先すべきか、それこそが経営者の腕の見せどころだったんです。さらに、朝日新聞といえば、マーケティング、マーケティングとしての判断の誤りも確認しております。 もともと反自民的な性格の強い紙面ではありましたが、日本社会に参加するもの,の大多数は中間層です。左だとか右とかではなく中間ぐらいに真ん中ぐらいに丸っといるもんなんです。 そして、消去法も含めれば、日本社会の大多数というものは、自民党支持、まあ、自公政権をなんとなくだけど支持している人たちが多数で、それは7年8ヶ月、7年8ヶ月にも及んだ安倍内閣前政権における国政選挙の6連勝、ドドンと6連勝が雄弁に物語っております。ところが、朝日新聞は何かに取り憑かれたように、安倍が、安倍が、と、反安倍を繰り返しておりました。 すると、朝日新聞による政権批判をまるで庶民の慰めかのように楽しんでいた読者の中にも、あまりにもひどくないと、アメリカザリガニのように引く人だって出てきます。あるいは、朝日新聞を読み続けている限り、ああ、もうすぐ安倍政権は倒れる、うっしーしー、なんてね、楽しみに思っていた読者の中にも、ああ、して倒れる、これ、襲ってかな、あれ、まだ、まだ倒れない。そして選挙をやるために勝ち続けてしまっておりました。 すると、賢明な読者様からしたときに、朝日新聞はもう,もうすぐ政権倒れるようなこと書いてあるけど、これ倒れないし選挙勝つよね。え、もしかして朝日新聞に書いてあることっていうのは嘘、嘘嘘嘘が書いてる。嘘が朝日新聞。と、ばかりに気づくのはむしろ当然ではないでしょうか。つまり、大衆、砂ちます。 マスに向けて作っていたラーメン屋さんがいつの間にやらハバネロとか唐辛子で埋め尽くされた激辛ラーメン真っ赤な真っ赤な激辛ラーメンを出していてそしてお客さんが消えた消えた消えた,消えたとなっているのが今の朝日新聞だということですただ朝日新聞の社員の皆さん安心してくださいその激辛ラーメン激辛ラーメンだけが好きというねお客さんも必ずどっかに 少しですが、おりますから。んふんふん。ん <laughs>。白が、白がこう言ってます。マニア向けだな。また、これは朝日新聞に限らずですが、新聞というビジネスモデルは、押し紙。押し紙という訴訟リスクを抱えております。新聞に折り込まれるチラシの収入というものは、それぞれ新聞を配る新聞販売店さんの収益となります。 そして、それぞれの新聞販売店が配る部数というものには、押し紙が含まれます。押し紙とは、押し付けられる紙とか、押し売りのような紙というものの略語で、かつて折り込み広告の需要が高かった時は、それで各新聞販売店さんも、うしシートばかりに儲かったので、まあ、ある意味、新聞販売店と新聞社との間は、共犯関係のようなものだったんです。 それは新聞社の方が新聞販売店に新聞紙を押し売りしてうっしーしーということだけではなく、新聞紙の本紙の方に掲載される広告。この広告も新聞の発行部数に連動するからです。実はこの私、折り込み広告を取り扱う広告代理店に勤めていたことがありまして、そこで広く言われていたのが、大、う、体、ん、押し紙2割から3割、2割から3割と言われておりました。これがなぜ訴訟リスクになるか 例えば100万部のダイレクトメールを出すと言って契約した広告代理店が実際には70万部70万部しか出していなかったらこれはやっぱり詐欺だ訴えてやるるととななのでではいいかという話ですこうした訴訟リスクを含むビジネスを展開していてさらには費用対効果を鑑みそして従業員の生活をないがしろにしたんじゃないのかなという疑惑を持たれた。 経営のトップが責任を取るというのはむしろ当たり前だと私は考えます。そして総論で言えば個別宅配の新聞というビジネスモデルがもはや終わりを告げようとしていると見ることができます。それをもう一つのニュースが裏打ちします。すでに触れた三井不動産が東京ドームを TOB するという話題です。これを朝日新聞の記事より紹介します。 三井不動産がドーム球場や遊園地を運営する東京ドームに対して株式公開買い付け TOB を実施する方向で調整していることが分かった三井不動産は株式の買い取りで経営権を握るとみられ買収総額は1000億円規模になる見通しで東京ドームの取締役会が賛同する有効的な買収となる見通しだとのことです 東京ドームはあの昭和時代でいうところの幸楽園遊園地で僕と握手だでおなじみの隣接する遊園地なんかも抱えている東京証券取引所一部上場企業です。そして何より東京ドームといえばあの読売巨人軍のホームグラウンドです。東京ドームは香港の投資会社に経営の効率化を求められていてそこで敵対関係にある中三井不動産はいわゆるホワイトナイト。 有効的な買収として名乗りを上げたということです。しかしいくら直接の資本関係がないとはいえ、読売巨人軍といえばまあ読売新聞ですから、なぜ読売新聞はこの東京ドームに対して救いの手を差し伸べなかったのでしょうか。実は発行部数の減少というものは朝日新聞の話題だけがネットではケラケラケラと笑われておりますが、もう新聞各社軒並みダウンしてるんです。 読売新聞に至ってはその減少部数というのは朝日新聞と同じ速度で落ちていっております。また私が多少関係のある産経新聞からはリストラの悲鳴が聞こえてきております。まあ新聞業界全体が苦境に陥っているんです。そこから推測するに読売新聞にもはや東京ドームを支える余力はなかった、なかった、なかった。ということではないでしょうか。 もちろんそれも経営判断ですが、日本シリーズを怒涛の4連勝で日本一に輝いたソフトバンクホークスのホームグラウンドである福岡ドーム、今は福岡ペイペイドームというのはソフトバンクホークスが所有しております。そして楽天と DNA はそれぞれ宮城県と横浜市という所有そのものは自治体が持っておりますが、球場のグラウンドの運営権というものはそれぞれの会社が持っております。 かつて存在しこちらの株券でおなじみのライブドアが近鉄の買収に名乗りを上げた時にも話題になりましたが日本のプロ野球球団というのはその時々の最先端企業とかあるいはイケイケの業界、まあ、そうした会社が所有するものでしたあの騒動からすでに16年の月日が流れておりますそしてまあ大きなくくりで言った時に IT 絡みの企業が今3社3球団を持っております 12球団中の3球団ですからもう25%はざっくりといった IT 企業が所有しているんです。このように一つ一つのニュースを丹念に並べていくと確実に時代が変わったことを確認できます。そこに、SF 新聞の170億円の赤字のニュースです。ニュースというコンテンツは今後もなくなることはありません。一方、国内では日経新聞が電子版の有料会員をゲットだぜとして快進撃を続けております。 そして世界の流れはニュースの有料化です。あの Google はニュースを提供する Google ニュースの方で有料なメディアにはこれからこちら、こちらお支払いしますよと表明しております。有料なメディア、正しい情報を求めているネットの皆さんは多いということです。そしてネットで公開された情報というのは いつでででででももも誰何度でも参照し検証するることができるので、まあ、どこかの新聞のように捏造だとか誤報だみたいなことばっかりやってるね。あさ,あさと冗談はともかく今政府の方が取り組んでいる DX デジタルトランスフォーメーションというのは今メディアにこそ求められているんじゃないかなと考える週末でございます。 回る回るーよーと中島みゆきさんの歌がありますがこの中で喜びと悲しみが繰り返すなんてね言葉があります私はその中で喜びが一つでも多いんじゃないかなそしてその喜びを皆さんと共有していきたいなと考えておりますだからみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです 言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の重要な言論、表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。えメルマガ限定のライブ配信ではお外で言えないようなかなり踏み込んだ話、本当にしております。より良きネット環境のためにフィードバックの方よろしくお願いします。それでは、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。 安倍晋三完全消費責という物語でながらにモルゲスソよ答えたんでがモルゲスソよった紹介した赤が勝ちヘニー君すぐいウネ君すぐい日本別にすごくない <music> だってあなたに生えたからと番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん突然ですがじゃんけんタイムミヤちゃんじゃんけんじゃんけんクー私がグーなのでパーを出したあなたんっぱ しグーッおめでとうございます私と同じグーを出したあなた違いますね一緒にグータッチそしてチョキを出したあなた名古屋地方でチョキはピー平和を愛するピーサイそれでは本当のバイバイ